と、こんにちは、澤豊さん、プロ野球注目の FA、今年もね、はい、FA 取る選手、はい、いますけれども、まあ、目玉と言われているのが、まず阪神の梅野選手。さあ、残るのか、それとも一応こう交渉して外に出ていくのか。まず阪神側としてはどういう思いなんですかね。あのね、はい、FA で出ていかれるっていうのは、はい、ある程度球団の恥っちゃ恥なんだよね。まあ、恥っていうか、はい、なんか体質が合わないとかさ、はい、なんかそういうお金の面でも出してくれないとか、評価が低いとか、はい、他の球団の方が高いとか、うん、まあそういういろんなものはあるだろうけどね、はい、あるだろうけど、どうなんだろうまあ一説によるとソフトバンク説っていうのも噂では聞くけどさ、はい、ずっと聞くんですよ。だけど海外いるでしょ。そうなんですよ。ソフトバンクがいるか。ソフトバンク側としては海選手いるんで。ああ、まあでも海は売ってないからね。例えばじゃあ梅野選手がソフトバンクに行ったとして、うん、あのペイペイドームでもう、まあ、ある程度率って残すしそうです。誰が梅野選手。いや、わかんないよね、ピッチャーが変わるから。あ、うん、まあ、まあまあ難しいけどな。俺は阪神は手放したくないと思ってるはずだよ、はい、だ例えばもう手放してほしくない。だから梅ちゃんの代わりが育ってないしさ、坂本っていうのがいるけど、はいはいはい、1シーズン任せられるか。いや、通してはちょっと難しいだろうね、はい、やっぱり出てないから、はい、だから梅ちゃんに対しては最大のあれをするんじゃないかなと思うけどね。西投手もいますし、西投手が信頼してますし、梅野選手のことを、うん、そういう部分でもじゃあ阪神は出ていってほしくないので、結構高額というか提示だったりとか、複数年だったりとか、まあ、今年の活躍とか、うん、仮に優勝して しまうとね、うん、優勝したら、はい、やっぱそれなりの評価してあげないとさ。そうですよね。ただ梅野選手的にはどうなんでしょう。例えば自分の評価っていうものをいろんなチームにやっぱり聞きたいっていう、まあうん、だからまあ巨人っていうのもあるよね。おい、いや巨人が手を挙げるっていう。いきますかね。キャッチャーという意味では、はい、大城ってバッターとしてはいいかもわかんないけど、はい、キャッチャーとしてどうなんだっていうこともあるしね、はい、うんうん、だからそういう意味では可能性はある。あるということは、じゃあもしまあね、巨人にも梅野選手取りに行きたいとなると、なんと巨人には目玉の捕手がいるんですよ、FA の。誰？我らが小林。え、そうです、小林選手。出た、久しぶりでしたな、小林の名前。久しぶりの名前、ほら、8月、あのトレードの期間のなので。小林は、はい、出ない。出ない、あげない。出ますと手は。俺は出ないと思う。そこはもう恩があるというか、うん、一生巨人で、まあ、それとやっぱりそれなりの給料をいただいてるというさ、はい、小林もそこら辺での欲っていうかさ、うん、そこら辺はなくて、多分やっぱり巨人で終わりたいっていう、うん、そういうことも含めて、はい、俺は小林はあえて、うん、自分から手を挙げてっていうことはしないと思うよ。そういう性格でもないしね。あ、まあ、ミスタージャイアンツで完結するんじゃないかと、だと思うけどな。他球団は例えば小林選手ちょっとこう欲しいなとか調査したいな。いや、まあ例えばさ、楽天とかは住谷が行っちゃったじゃない、はい、でロッテなんかは加藤が行って、はい、すごく成績がいいじゃない、うん、他は取るかっていうとどこがいるって言ったらないんだよね。他の海外いるし、はい、でオリックスなんていうのは伏見とか、ね、若月頓宮とかいるし、はい、そんなに特にいらない、うん、ってなるとそのまま。いや、俺はそのままだと思う。おお、じゃあ小林選手は、まあ、自らもきっとあげないだろうし、うん、そのまま巨人なんじゃないかと。そうだ、ね、うん、あと目玉というと、例えば中日の祖父江投手 FA です。祖父江はないんじゃないかな。中日ってなんか残るイメージがあるんですけど、まあ、出てやっぱりね、バンデリンがホームグラウンドっていうのは、はい、やっぱ投手に有利だっていうことは分かってるよ。でそれなりにここ何年か祖父江なんかは貢献度が高いでしょ、はい、そうなってくるとある程度中日も評価してくれると思う。なんかね、一時期ちょっとこの査定どうなんだっていうので祖父江投手ありましたけど、あったけど、あったけど、やっぱそれなりに評価してくれると思うよ。まあ、それと他の球場行って、ね、狭い球場行ってバカ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 さ、本物打たれたんでさ、
格好悪いでしょ。そうですね、出ていったのにあげて。だから俺はあえて、はい、まあ大野も残ったしね。そうですね、うん、去年だからそこは動かないと思うよね。あ、じゃあ祖父江投手は残るんじゃないかと、うん、で、日本ハムの近藤選手も FA です、うん、近藤も残る。残る。これはね、新球場ができるでしょ、はい、やっぱその時の柱だもん。あ、近藤選手は、うん、だからジャパンで金メダルも取ってるしさ、はい、監督が変わる説っていうこともあるでしょ。まあ、囁かれてますね。囁かれてるよね、はい、で次は誰だっていうのも囁かれてるよね、はい、そうなってくると今度は俺は残るんじゃないかなと思う。やっぱ新球場で、うんうん、やっぱ監督も信頼を受ける人間が来るということを考えると、はい、俺は残ると思う。あ、近藤選手はじゃあそこは出ていかないと、うん、手は挙げずにってことなんですね。そして DeNA ですけど、はい、DeNA 選手結構あれですね、 FA の選手、うん、まあ、その中でもやっぱり山崎康晃投手であったりとか、うん、あと宮崎選手もそうなんですね。宮崎は取りに来るところがある。巨人ですか。いや巨人はいらないと思う。あ、巨人は宮崎選手、岡本がいるから。あ、まあそうか、うん、じゃあどこか。ソフトバンク。え、ソフトバンク行きますか。やっぱマッチの後だよ。でリチャードっていうのを育てようとしてるけど、はい、やっぱあそこもさ、うん、毎年勝負のチームじゃない、はい、そうなってくるとやっぱ打てるサードって言ったらさ、やっぱ宮崎だよね。あ、まあそうですね、ピタッと当てはまりますよね、うん、これ宮崎選手的にはどう考えると思います、そのあたり。まあここら辺は梶谷が出たでしょ、はい、梶谷と仲良かったんですね、あ、宮崎って、はい、多分梶谷と同じような考え方をすると思うんだよ。やっぱりこのままで横浜で DeNA でやってて、まあ小山の大将だよね言えば、うん、そこでやってて自分の成長につながるかって考えた時にやっぱ勝負してみようっていうような気になるんじゃないかなっていう気がするよね、うん、宮崎は。でどこでどこ行っても打てるよこの子は。そ、もう関係なく、球場も関係なく、そこは関係なく打てる打てる。あ、じゃあもしかすると手を挙げて本当ソフトバンクが取りに行って、ソフトバンク宮崎選手っていうのが来年もしかすると可能性があるということだよね。他の球団も行きますかね、やっぱ宮崎選手取りに。ソフトバンク以外欲しいなって思う球団って。まあお金次第じゃない、やっぱ競り合いはあると思う。あ、複数の球団行きますかね、うんうん、交渉に、うんうん、まあ例えば巨人は多分行かないと思うな今。まあいるしというか揃ってるし、サードもだって伊能がダメ、まあ、チームから行ったからダメとかじゃなくて、はい、伊能がなんか飛び上がったら頭悪いね、はい、梶谷が怪我で復帰なかなかできない、はい、そうなってくるとさ、もう取りづらいよね。なんかちょっとそうですよ、お払いじゃない、心象悪いよね。まあそうです。俺はなんかソフトバンクだったらピタッとはまるなっていうふうには思ってて、ね、ああなるほど、うん、あと山崎康晃投手ですけれどもどうですか、残り数。難しいな。本人はどうでしょうかね、いろんな球団に聞いてみたいみたいな自分の査定。まあ康晃だったら巨人があるかもわかんないね。まあ巨人ピッチャー苦しいですからね。苦しいからね。だからそういう意味では安明は巨人から来る可能性はあるよね。でもまた巨人とですね。だってさ、はい、積極的に FA を取りに来る球団ってさ、うん、まあ例えばお金があるじゃない、はい、まあ楽天にしかり、うん、楽天、はい、巨人、はい、ソフトバンク大体この3チームなんだよね。そうか、まあ阪神もあるか。あ、まあそうですね、うんうん、だから同一リーグに行くっていうことはなんか安明の性格からしたらなんかなさそうな気がするんだよね、はい、梶谷選手は行きましたけど、うん、山崎、まあ、野手とピッチャーはまた違うしね。あ、そうかそうか、うん、ただ巨人はやっぱりそうですね、台所事情で欲しいっていうのを思いますよ ね、うん、調査してるかもしれないですよね、うん、豊さん、あと他気になる選手いますか。まあ、広島だったら例えば大瀬良投手だったり栗林選手、今村投手なんかも、あと栗投手も FA ですし、カラシマとかさ、ああ楽天の、うん、俺は使えると思うけどね、あの中継ぎで他球団で、うん、ちょっと変則っぽいしさ、はい、だから巨人この選手は俺は使えると思うよ。巨人とかどうですか、カラシマ投手行きますか。高梨と被るな。
あ、そうですね、うん、楽天だし、うん、どこだろう、ヤクルトなんかいいかもね。あー、でもなんかやばい、左が少ないからさ、はい、だからヤクルトなんかいいかもね。いいですね、うん、あと楽天岸投手、まあでも岸投手西武からね、あの、うん、楽天行きましたし、なさそうな気もしますし、太田大志選手、日本ハム。太田大志は今年の成績見るとさ、取りにくいよね、うん、まあ、そうですね、他が、うん、後藤、オリックスの中盤、はいはい、これはなんか中日なんか合いそうだけどね。おやっぱ外野手で守備もうまいし、はい、だからそういう意味では中日なんかいいかも。おい、あ、合いそうな感じもしますよね、うんうん、松葉とか出そうだよな。中日、中日、これオリックスから来たでしょ、はい、うん、松葉なんか他に行きそうな感じはするけどね。どこら辺ですか、声をかけられたら。あ、もう中日出て、うん、そもそもが中日じゃないからっていう、あとは、うん、高城選手。高城なんか出たらこの言葉は良くないよ、ね、良くないですけど、良くないですけど、お前広がるためだから何手上げてるの。違う違う、手も上がらないって。手も上がらない、上がらない、そこはね。だって一軍で1試合しか先発マスクないわけでしょ、はい、ないない、それはないです、ね、頑張る高城もっと、と頑張ってください。要大官、そうです、巨人、ないないない、ない、ない。だって何にも一軍にも呼ばれてないのにないでしょ。ないですか、もしかすると巨人すらっていうこともありますかね。あ、もうそのもちろんあるよっていう可能性もありますよね。あ、もう、もちろんある、うん、あと、あ、大瀬良、クリ、はい、そうです、堂林、今村、うん、今村はちょっとな、投げてないからな。そうなんですよね。大瀬良投手はどうですか、残りそうですか。大瀬良はさ、ドラフトの時にさ、田村スカウトがさ、取って泣いて、うん、ね、それじゃあねって言えないと思うんだよね。で、大瀬良も人がいいからさ。あ、そうなんですね。だから広島を多分愛してると思うんだよ。そこはちょっと、まあ、裏切るではないですけど、背を向けることはないと思うよ、はい、栗はね、はい、ワンチャンあるな。ワンチャンある、ある、手上げそう、どこか取りそう。やっぱりピッチャーが遅くな巨人やっぱお金がある巨人。いや、栗はね、俺はね、目立たないけど俺は勝てるピッチャーだと思ってる。うんうんうん、はい、うん、だから面白いと思う。足りてないですから巨人、足りてない本当に今、うん、お、じゃあ巨人、山崎投手あたり、栗投手あたり、うん、あと堂林選手、堂林もね、中日、地元、あ、いいかもしれないです ね、 あのね、もうサードは周平がいるから、はい、もうセカンド、セカンド、堂林選手、うんうん、で、足が結構速いから。そうですよね。いや、だって盗塁もできるから、はい、目立たないけど。けど、いや、だからまあそういう風に動かしても面白いなと思うよね。あ、そうですね、堂林選手中日いいかもしれないですね、うん、ファンも待ってるかもしれないし。あとロッテの石川投手、石川、これメジャー行くんじゃない。そう、去年言ってたんですよ ね、 メジャーって、はい、だからクリーニングシリーズしたんだよ。そのために優勝しそうだから慌てて投げていく。で、手上げるっていう感じですか。そうそうそう、又吉な、又吉は使えるぞこれ。中日だ、出したくないと思いますよ。いや、そりゃ出したくないよ。又吉投手がどうするか、そこは。田島いますよ、田島投手。田島はね、パリーグ向き。あ、そうなんですね。変則でね、うん、どこかに、うん、まあ、どこかっていうのは分かんないけど、セリーグ向き。いや、まあまあ、田島なんかはまだ使えると思うけどね。だ、今年ピッチャー結構多い。そうだな。ので、だピッチャーが今不足してるチームはやっぱり取りに行きますよね。まあ、行きたいよね。行きたいですよね。で、あのお金が、財源があるチームって言ったらやっぱり巨人とか楽天、ソフトバンクあたりが、阪神あたりが取りに行くんですけど、まあ、他は貧乏じゃないわけだけどね。まあまあそうですけどね。あの潤沢な資金が、余力があるのかな。ちょっとあの楽しみにしたいですね。まあそうだな。はい、はいはい。